やく決心してくれましたか、劉備殿。あまりに俺を待たせるので首でも締めてやろうかと思いましたよ。俺は拾ってもらった恩をあなたに返さなくてはならない。益州を必ず劉備殿のものにしましょう。益州の都を生徒まではまず面築を通るよ。六条に入ったら諸葛亮に援軍を頼んで戦力を整えようか。少しずつだけれど最後の力が近くなってきている気がする。やはり最後の力は益州にあるみたいね。となるとあいつも。いや、今は目の前の戦に集中しよう。まずは六条を抑えようかね。おのれ劉備め、何が人徳だ。同族の劉将殿を攻めおって六条には行かせぬぞ。生徒を落とすには劉備殿はもちろん宝刀殿にも倒れられては困ります。恩を売るつもりで二人を守ってください。民たちが望むなら私は戦わなくてはならない。
なく劉将殿を救援するためここに参上。壁州に争いをもたらす劉備を倒すのだ。行軍を指揮する者を狙え。あれが天水の麒麟寺ですか。ずいぶん頭が切れるらしいですよ。厄介なので早めに潰しておきましょう。なに、援軍ならこっちも呼んであれよ。天水の麒麟寺にも負けないぐらい元気な子をね。呼んでくださって嬉しいです。賜物ですが、よろしくお願いします。おお、あれは雲長の娘か。兄弟の子と共に戦うことができるのは頼もしい限りだ。
真偽に貫いてくれるわ。龍将殿のもとへ行かせてなるものか。させぬ。王道の懸念が当たったわね。こういう場面は慌てたら負けよ。冷静に対処して門を開けましょう。待ち伏せ。でも負けられない。
落とされただと？このまま捨ておけるか。敵の本拠が近いとはいえ援軍が多すぎる。兵を無尽蔵に補充する力、まさかね。
を返してやる。弓兵部隊、攻撃を仕掛けよう。王女、お待たせしました。お約束していた慶州からの援軍も間もなくこちらへ到着します。すまないね、諸葛亮。さあ、これで劉備殿の国を手に入れる準備が整ったよ。あなたが天水の麒麟寺ですか。その大器、僻地の援軍で終わらせるには惜しいですね。我らのもとで存分に才を生かしてみませんか。この人、天下に名高い画僚、諸葛亮。私の才を認めてくれるのはありがたいが、ここで劉璋殿を裏切るわけにはいかない。先だよ。その先には劉備殿の新しい国が待ってる。あと一息、みんな頑張っとくれ。